誰だ？犬ころか？戻ってきたのか？なんだ、お前か。紛らわしい。熱があるのかもしれん。あ、百鬼兵さん、大丈夫でしたか？大丈夫に決まってる。たかが空間移動ごときでどうにかなってたまるか。お言葉ですが、リカ様は108年と30日前に転移魔法に失敗、小枝目に落ちて大泣きされていたことがございます。メタリカだ。お前、私の名前は一向に覚えんくせに本当にどうでもいいことだけは覚えてるな。それより百鬼兵、何か分かったか？やはり何が言いたいのか全然分からんな。調べろとは言ったものの、報告ができないんじゃ話にならん。じゃあ何か持ち帰ってもらったらいいんじゃないでしょうか。そうしたら向こう側のことも何かわかるかもしれませんし。なるほど、それもそうだな。百鬼兵、次帰ってくるときは何か持ってくるんだ。弟子に先を越されるとは今日は頭が回ってないな。任せたぞ。私は少し寝る。もしビスコが帰ってきたら起こせよ。やはりビスコさんに出て行かれたのがショックなんでしょうか。しかし今までお一人で生きてこられておりますゆえ、そのような干渉はあまりないかと存じますが。では百鬼兵様、引き続き調査の方をよろしくお願いいたします。目が覚めたのかい？気分はどうだい？ババア！うわ、びっくりした！久しぶりのババアだ！あまりババアババア言うでない。こっちは毎日ババアじゃ。元気になったようじゃな。よかったの、リカ。ババアの家か？連れてきてくれたのか？ババアの家は初めてだ。そうじゃよ。ゆっくりしていきな。ん？なんだこれ、綺麗な石だな。それかい？やっと完成したのさ。緑の結晶石だよ。結晶石？なんだそれ、食えるのか？それは沼のマナを結晶化させたものさ。いわば沼を小さく固めたようなものだね。それがあればリカも少しなら沼の外に出られるようになるよ。リカがここにいても気持ち悪くならないんだな。それじゃこれからはいつでもババアに会いに来られるな。そうじゃな。ただくれぐれもなくすんじゃないよ。なくしちまったら同じものは二度と作れんかもしれん。作るのが難しいんじゃよ。作ってやる。いっぱい作ってババアに会いに来るぞ。一つあれば十分じゃよ。ま、作れるようになったらじゃがな。その結晶石は絶対に手放すんじゃないよ。わかったね？うん、わかった。大事にするぞ。なあババア、本読みたい。読んでいいか？ああ、もちろんだよ。へえ、いろいろあるなあ。大魔女ウルカの本だ。読んでもいい？いいが難しい本じゃぞ。リカはウルカが好きなのかい？うん、ウルカみたいになりたい。そうかいそうかい。じゃあ何でも読んで賢くなりな。じゃがその前にこれを飲むんじゃ。なんだそれ。賢くなる薬じゃよ。少々苦いが気にするな。それを飲んだらウルカみたいになれるか？安心しな。お前はきっと偉大な大魔女になるよ。うん、じゃあ飲むか。なんだよ黒、そんなに見るなよ。何が面白いんだ。くそ、お前は機械魔のくせに生意気だぞ。干してやる。おや、そこに何かいるのかい？黒だ、リカも機械魔だぞ。へえ、そいつはどんなやつなんだい？ここにいるじゃないか。見えないのか？ほら、ウルカの本に載ってた。100…まさか百鬼兵のことかい？そう、でも形はそれとは全然違う。でも百鬼兵だ。そうかいそうかい。百鬼兵ときたかい。なんだよババア、信じてないのか？信じるさ。わしには見えないけどね。お前が言うならいるんだろうさ。いるぞ絶対。黒。じゃあ黒とやら、あんたに一つ頼み事だ。あんたの主人に伝えておくれ。私だぞ。秘密じゃよ。リカが大人になったら話してやろうかね。じゃあつまらん。そういえばマーリカが一向に戻ってこんな。どこで油を売っているんじゃ。また村に遊びに行ってるんじゃないだろうね。そうじゃリカ、黒にマリカの様子を見に行かせてやってくれんか。マリカ？知らんやつのために黒に命令するのは嫌だ。その通りじゃな。まあここはわしの頼みと思って頼むわい。ババンの頼みならいいか。それじゃあ決まりじゃ。すまんが黒とやら、よろしく頼むよ。次は私の番だよ。ね、じゃあね。へへん、ほらこのままじゃ俺の勝ちだぜ。ちょっと待ってよ。おい、何やってるんだ。お父さん、私たち別に何も。お前あの沼に出入りしてるって噂のガキだろ。村に毒を持ち込むつもりか。さっさと出ていけ。なんだと。やめてよお父さん。マリカはそんなことしないよ。それにマリカの両親だって沼の毒で。やっぱりそうか。こいつが毒をまき散らしたんだ。違う、マリカのせいじゃない。黙れ。毒まみれの悪タレが二度と村にも娘にも近づくな。今度見たらすっぱだかにひんむいて教会のてっぺんに潰すからな。おい、行くぞ。早く帰って消毒だ。マジかよ。毒女が来てんのかよ。うわ、くせえ。気持ち悪い。はっ。早く村長に連絡しないと村が汚染されてしまうわよ。早くこの毒女を叩き出せ。ああ、くそ、どいつもこいつも。ちくしょう、ふざけやがって。誰がこんな村来るか。二度と来るもんか。滅びちまえ。ああ、腹減ったな。遊ぶ前に飯食っとけばよかった。あの飯捨てるんじゃなかったな。持って帰っておけばよかった。そういや、あのガキどうなったんだ。バーバー怒ってんだろうな。あいつをぶん殴っちまうし、言いつけすっぽかして遊んでたしな。知るかよ。そもそもババアのせいじゃねえか。あいつが沼なんかに行かせるからだ。そのせいで俺は。ちくしょう、腹が立ってきた。文句言ってやる。そうしねえと気が済まねえ。おかえりマリカ、遅かったじゃないか。おいババア、お前のせいでひどい目にあったぞ。この落とし前、どうやってつけてくれるんだ。腹が減ってるんじゃないのかい。さあ飯にしようかね。まあ腹は。おいババア、飯って聞こえたぞ。リカも腹減ったぞ。ババア、敵だ。敵が家の中にいるぞ。はあ、それはこっちのセリフだ。どういうことだよババア。話は飯を食べてからの方がいいんじゃないのかい。腹が鳴っているよ。そんなに言うなら食ってやるよ。食った食った、ごちそうさん。というわけでまあリカ、リカを沼まで送ってやってくれ。なんで俺がそんなこと。こいつと一緒なんて嫌だ。ババアは腰が痛いんじゃ。沼までは通っていくことはできん。おお、いたたたたたたた。だから温かい飯をたらふく食って元気いっぱいのマリカが行くんじゃ。はかったなババア。では仲良く行ってくるんじゃな。リカ一人で帰るぞ。あ、おい待て。しくし、あのガキ勝手に行くんじゃねえよ。町なまわりか。なんだよ、あのガキ行っちまうぞ。理科のこと頼んだぞ、マリカ。いつわしがいなくなってもいいようにな。はあ？沼に送るだけなのに何大げさなこと言ってんだ。そうだね、早くお行き。なんだってんだよ。